法廷弁護士。法廷弁護士または、バリスター。A、バリスター。地域によっては、アドボケート。A、アドボケートは、主に、イギリスなど一部の英米法、古門老諸国において、法廷での弁論、証拠調べ等についての職務を独占する弁護士である。現在では統合されつつあるものの、これらの国では、法廷弁護士と事務弁護士、ソリスター。 リりした後の間で分業が行われている。事務弁護士は依頼人から直接依頼を受け、法的アドバイスや法廷外の訴訟活動を行うのに対し、法廷弁護士は依頼人に法廷での弁論が必要になった時に事務弁護士からの委任を受けて初めて事件に関与する。また事務弁護士が法律的な論点についての専門的助言を得るために、 法廷弁護士に依頼すこともある。英米法の国の中でも、アメリカ合衆国を含め、多くの国では、法廷弁護士と事務弁護士の区別は見られない。代理人である、弁護士が訴訟のすべての局面を担当するとともに、登録された土地の法廷に出頭することができる。分業制の国では、依頼人と会って直接仕事をするのは、事務弁護士である。そして、 事務弁護士が依頼人の予算の範囲内で事件の性質を踏まえて適任かつ経験のある法廷弁護士に委任する責任を持つ。法廷弁護士、カウンセルとも言うは依頼人と直接コンタクトを取ることはほとんどあるいは全くない。特に委任者である事務弁護士の立ち会いや関与なく依頼人と接触することはな法廷弁護士からの連絡、事情の聞き取り、 報酬請求などはすべて事務弁護士宛に行われ、法廷弁護士の報酬については事務弁護士が基本的に責任を持つ。法廷弁護士はかつて準備書面、訴藤書面の作成や証拠の検討など裁判の準備の上でも大きな役割を担っており、一部の法域では現在もそれが行われている。しかし、その他の法域では法廷弁護士は審議の一、 二日前に事務弁護士からブリーフという適用書だけを受け取るというのが一般的である。その理由の一つが費用の問題である。法廷弁護士は適用書を受け取った時点でブリーフフィーと呼ばれる着手金を受け取ることができ、これが法廷弁護士の裁判関係の報酬の大部分を占める。そして裁判の二日目から一日ごとにリフレッシャーと呼ばれる。 追加報酬が発生する。裁判は審理の間際数日前に和解で解決することが多いことから多くの事務弁護士はギリギリまで適用書の授を送らせて費用を節約しようとするのである。多くの国で法廷弁護士は一人で開業しておりパートナーシップを結ぶことは禁止されている。もっとも法廷弁護士は一つの事務所を共用し事務員や運営費を分担し合っていることが多い。 事務所の中には大型化、高機能化し、会社のようになっているところもある。他方で事務弁護士の法律事務所や銀行、会社などに組織内弁護士として雇われている法定弁護士もいる。法律する上級事務弁護士に弁論権が与えられた現在では事務弁護士の法律事務所ではコスト面や依頼人との関係の都合上から 最先端の分野の顧問業務、訴訟業務でさえ事務所内で処理するところが増えている。他方で法廷弁護士が一般顧客から直接法律相談を受けることの禁止もかなり撤廃されている。それでもほとんどの法域で法廷弁護士が直接法律相談を受けることは少ないのが実情である。これは狭い専門分野に特化した法廷弁護士や 弁論中心のトレーニングを受けている法廷弁護士は相談者への一般的なアドバイスの提供に対応できないというのも一つの理由である。歴史的に法廷弁護士と事務弁護士の違いは代理人であるかどうかという点にある現在のイングランド及びウェールズでもそれが引き継がれている。つまり事務弁護士は法律的に依頼人の代わりに行為することができ契約への署名など 裁判所に申し立てを行ったり相手方に対する書面を書いたりして訴訟を追行することができる。これに対し法廷弁護士は代理人ではなく通常法または職業規範上あるいはその両方により訴訟を実行することは禁止されている。すなわち法廷弁護士は法廷で依頼人のために弁論を行うがそれは 事務弁護士からその権限を与えられた場合に限られる。また、法廷弁護士は、判例についてのより専門的な知識を有している場合が多い。一般的な業務を行う事務弁護士が特殊な法律問題に行き当たった場合、その論点について法廷弁護士の助言を求めることがある。法廷では、法廷弁護士は見た目で事務弁護士と区別できるようになっている場合が多い。 例えば、アイルランドやイングランド及びウェールズでは、法廷弁護士は通常馬の毛のかつら、ウィック、肩リベルトとガウンをつけている。2008年1月現在、ソリシターアドボケートもウィックをつけることが許されているが、ガウンが法廷弁護士と違っている。伝統的に上位の裁判所での弁論権を持つのは、原則として法廷弁護士だけである。分業制の国において、 事務弁護士は、会の裁判所においてのみ弁論権を有することが一般的ある。しかし、イングランド及び、ウェールズとスコットランドでは、一部の事務弁護士が、法廷弁論の訓練過程を経て、上級事務弁護士、ソリシターアドボケートとしての認定を受けている。ソリシターアドボケートの資格を取得した、上級事務弁護士は、法廷弁護士と同様に最高裁を含むすべての、 裁判所で弁論する権限を有する。イングランド及びウェールズに固有の制度で特に複雑な事件の弁論のみを行う弁護士を有。従来は経験年数十年以上の法廷弁護士の中から大法官の助言に基づき国王がこれを任命していた。しかし制度改正を経た現在では選考委員会が申請に基づき法廷弁護士と 上級事務弁護士の中から選考を行い、大法官の助言を経て国王が任命することとなっている。分業制が取られているのは歴史的な経緯によるものであるが、現在でもいくつかの理由付けが行われている。これに対しデメリットも指摘されている。法定弁護士はその業務を行う管轄区域の弁護士団及びいくつかの国では所属の放送学院の監督を受ける。 この他に外部機関による監督が行われる国もあるが、そういった国では国家権力から市民を守るという職業の独立性に反するのではないかとの批判がされている。放送学院は法廷弁護士の資格取得を司る独立した団体であり、名目上法廷弁護士の研修、加入、懲戒について責任を有している。 放送学院が設置されている国では、法廷弁護士になろうとする者は、放送学院から認められなければならず、まず放送学院の会員にならなければならない。弁護士団とは、その法域の法廷弁護士全員を総称する言葉で、ある。事実上または、法律上、弁護士団には、法廷弁護士の業務の規律に関する権限を与えられているのが通常である。 イングランド及びウェールズは、イギリスの地方実制の下ではいくつかの行政区域に分かれるが、全体として一つの法域を構成しているため、従って一つの弁護士団が構成されている。イングランド及びウェールズでは、法廷弁護士、バリスターは事務弁護士、それした後は別個の職業となっている。ただし、法廷弁護士と、 事務弁護士双方の資格を同時に取得することも脳であり、事務弁護士の資格を得るために法廷弁護士団から脱退する必要はない。法廷弁護士は弁護士団の弁護士規範委員会の監督を受ける。法廷弁護士になるためには、まず法学部の学位を取得する必要があり、法学部以外の学位の場合は1年の転換コースはフルタイムで1年、または パートタイムで2年である。研修生を放送に招き入れる、すなわち法廷弁護士の資格を授与することができるのは、放送員だけである。放送員は、研修生及び法廷弁護士に対する教育、研鑽活動を行っており、各種の補助金、奨学金の制度もある。イングランド及びウェールズには、グレー放送員、ミドル、テンプルの4つの放送員がある。 いずれもロンドン中心部の王立裁判所、近くに置かれている。放送学院から法廷弁護士の資格を授与された後も、独立して実務を行えるようになる前に、まず12ヶ月の実習期間に入るが、個人で開業する者もいる。2004年12月の時点で、独立開業している法廷弁護士が1万1500人余りいる。そのうち、 約10%は直線弁護士として会社で勤務したり地方政府、中央政府、学術機関に雇用されている法廷弁護士も多い約2800人。2004年6月からイングランドウェールズでは法廷弁護士が事務弁護士を介さず一般市民からの法律相談を直接受け付けられる制度パブリックアクセスが始まったパブリックアクセスを受け付ける 法廷弁護士は、法科大学で行われる1日の過程を終了する必要がある。現在、20人に1人の法廷弁護士がこの資格を得ている。法廷弁護士が、このように一般人からの委任を受けられるようになったのは、最近のことで2004年6月の弁護士団、一般理事会によるルール変更によるものである。パブリックアクセスの制度は、 法制度を一般市民に開かれたものにし、法的アドバイスをより簡単かつ安価に得られるようにしようとする取り組みの一環として導入された。これは事務弁護士と法廷弁護士の区別も小さくするものであった。ただ、法廷弁護士が行えない事務弁護士の仕事も一定程度残っており、区別がなくなったわけではない。2003年4月の時点で来た。 アイルランドには独立開業の法廷弁護士が554人いた。うち66人が直線弁護士であり、これは高い名声を持ち、大法官の推薦に基づき国王から上席の弁護士として任命入れたものである。直線弁護士以外の法廷弁護士は、普通弁護士、ジュニアカウンセルといい、BL の称号で呼ばれる。ジュニアという用語は誤解を招きやすいが、 普通弁護士の多くは豊富な専門知識を有した経験のある法廷弁護士である。ロンドンの4つの法送学院とダブリンのキングズ院は数百年前から評議員が統括していた。北アイルランド法送学院は1983年の法送学院構成法志行までは評議員が統括していたが1983年以降は評議員。 執行理事会及び総会に集まった放送学院メンバーが統括権を分有している。執行理事会は放送院研修生への入学申込者が提出した請願書や放送院研修生が法定弁護士の資格需要を求める請願書を検討し、協議員に対し推薦を行う任務を有している。これらの請願書についての最終的な判断は、 評議員が行う。評議員は、このほか研修生の退学または、定額、法定弁護士の除名、業務停止について専属的権限を持っている。執行理事会は、また、教育、研修生の授業料、法定弁護士の資格授与、ただし資格授与は評議員から招聘された北、アイルランド首席判事が行う、放送図書館。 弁護士団の法律実務課は全員所属しているの、運営、他国の同様の機関との連絡などに関与する。弁護士団理事会は、放送の規範、名誉、独立性の維持を責務としており、職業倫理委員会を通じて、構成員に対する職業的能力についてのクレームを受け付け、調査を行う。スコットランドでは、法廷弁護士は、アドボケートと呼ばれる。 スコットランドでは、アドボケートの資格授与及び、広域班については、放送学院ではなく、アドボケート同業者団体が監督を行う。カナダの各州では、法廷弁護士と事務弁護士の職業は一元化しており、しばしば、バリスターサリスター、法廷弁護士、兼事務弁護士と呼ばれることがある。アイルランドでは、放送団への加入は、バリスターと、 同の学位を得た者に許される。その学位の授与は、キングズインによって行われる。弁護士のうち上席の者は、選ばれて、直線弁護士団と呼ぶ。直線弁護士団への加入は最高裁判所の前での宣言によって行われる。現在まで教育を担っている、放送学院が、キングズインである、イングランド及び、ウェールズの法廷弁護士と異なり、 アイルランドの法廷弁護士は単独開業の実務家であり事務所やパートナーシップを設立することはできない。新人の法廷弁護士は7年以上の経験を持つ先輩法廷弁護士の下で実習生として働く。実習は義務であり1年間である。もう1年実習を続ける場合が多いがそれは義務的なものではない。オーストラリアのニューサウスウェールズ州。 ビクトリア州及びクイーンズランド州では分業制が行われている。各州の弁護士会は上位の裁判所では伝統的なイギリスの服装、ウィッグ、ガウン、ジャボ、胸元のだ飾りを身につける。会の裁判所では現在はそのような清掃は行われない。西オーストラリア州、オーストラリア州と特別地域及び南オーストラリア州では法廷弁護士と 事務弁護士は一元化されている。香港でも法律職は法廷弁護士と事務弁護士の二つに分かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。